ミスアイディは、講談社が主催する、見た目やジャンル、ジェンダーロールにとらわれず、新しい時代をサバイブする多様な女性のロールモデルを見つける、オーディションプロジェクト。講談社は1982年からおよそ30年の間、週刊少年マガジンと週刊ヤングマガジンが主催する、ミスコンテストで、グラビアアイドルのミスマガジンを選出しているが、 2012年から新企画出版部が主催するオーディション形式のコンテストを開始する。ミスマガジンの休止は2012年7月7日、放送、開運音楽堂で伝えられた。このような経緯もあり、当初はミスマガジンに代わるオーディションとして位置づけられたが、実際は全くの新しいオーディションであり、2018年にミスマガジンが復活して、以降も開催を継続している。 2014年に行われた m ス s i d 2 0 1 5まで m ス s i d と表記されていたが m ス s i d 2 0 1 6以降は ID は ID という呼び方で統一されアイデンティティとアイドル、愛とダイバーシティを表すと再定義している m ス s i d を立ち上げ実行委員長を務めるのは編集者でモウサツシリーズのプロデューサーモウサツ P でもあった小林司で 選考委員も兼務する。書類とカメラテストによる一時、二次選考の後、セミファイナリストとして公式ホームページにて公開され、その後は、初年度から、ミス ID2015 までは、プロジェクトアマテラス上の掲示板、ミス ID2016 以降ではチアーズ及び、ツイッター上でのアピールなどで応募者の個性を、一定期間見た上で評価し、ファイナリストの中から、 選考委員全員による協議により、ミス ID グランプリ、毎年10名程度のミス ID 本賞、その他複数の個性的な賞や各選考委員による個人賞などを決定する。ミス ID グランプリはミス ID2013 では当初設けられていなかったが、玉城ティナが他の入選者と圧倒的な差があり、グランプリとするにふさわしいとする選考委員の意見により選出。 以降常設されている。グランプリが複数選出されたり、準グランプリが選出される年もある。他のコンテスト、ミスコンなどとの違いを、小林は、ジャンルや、ルックス、古い女の子らしさにとらわれず、ネガティブでも多少のコンプラからはみ出してても、時代をこじ開けるかもしれない、新しさやとんでもないプラス要素が一点あれば、それを断固評価すると述べている。小林による、 ミス ID 初期の定義文は、歌って踊れなくても、金髪でも、引きこもりでも、誰かの明日を元気にできれば、それは、もう誰かのアイドルだった。ミス ID2 代目グランプリの青葉純本年から、応援ウェブサイト投票の1位候補者は無条件で、ミス ID 選出とされる。小林が副編集長についた雑誌、フライデー史上で受賞者が発表されている。 2014年8月1日発売のフライデー史上で2015セミファイナリスト60名が発表されて8月2日東京アイドルフェスティバル2014ミス・アイリー2013から2015ステージで披露受賞者発表は当初2014年9月19日を予定していたが最多得票を得た金ネコリのグランプリ選出に一部の女性選考委員から強硬な反対があり 議論が紛糾したため追加審議が行われ、翌週へ延期。水野シズとの W グランプリという形になった。2015年に、小林が第一事業局第一戦略部へ移動して、ミスアイリーを専任で担当する。選出方法が変更されて、ツイッターの投稿内容、チアーズのチャスー、アーツシドットコムの写真売り上げ、 YouTube 動画の再生回数、先行委員の印象点を加味した総合点によりファイナリスト進出者を決定する。チアーズ、アーウツシドットコムのそれぞれ上位10名は無条件で、ファイナリストへ選出され、ファイナリストのうちで、サービス3種のポイント合計1位者は無条件で、ミス ID を受賞する。前年より3ヶ月遅れで応募が開始され、2015年9月25日に、 セミファイナリスト10月23日にファイナリスト11月27日にミス ID2016 一家各賞を発表しグランプリはミス ID2016 受賞者人から2016年1月17日のミス ID フェス2016お披露目賞へようこそで発表本年はグランプリ準グランプリ各1名である本年は4月からの本エントリーに先立ち プレイエントリーを実施。チアーズによる応援数上位5名と選考委員会選出5名の計10名が書類審査を経ずカメラテストに進むことができる。プレイエントリーで選出されなくとも本エントリーへのエントリーは可能。本年は多選エントリーを実施。推薦された人物にミス ID 事務局が SNS でアプローチし前向きな回答があったときは 改めて本にエントリーを促すというもの。また、書類選考普通貨者から小林に加えて、選考委員の吉田剛のもとに、ツイッターの DM が多数寄せられ、急遽2018年6月15.1618日に小林との面談を実施した。僕たちの失敗症は、この面談からの復活組など、一度選考から漏れたものに送られている。令和になってから、 最初の開催となる本音により、選考委員の他に、オブザーバーが新設。これは、カメラテストや最終面接には参加しないがあらゆる形で、ミスアイディをバックアップする役割とされる。2019年コロナウイルス感染症の影響により、2020年8月までは、オンラインのみでエントリー、選考を行う方針となった。そのため、 応募時に写真に加えて30秒以内の自己 PR 動画を必須とし、応募者全員をミス i d 公式サイトに掲載することとした。このうち、チアーズイベント上位100名と選考委員により、選出されたものがカメラテストに進む。なお、ファイナリスト進出日より集計されるチアーズランキングの成績優秀者1名は無条件にミス i d 2 0 2 1受賞が確定する。 2014年12月27日に、ミス・アイディフェスティバル14すべての女の子はアイドル、だといいな、と題したイベントを企画、開催した。当日は、中田くるみが DJ を務めたり、岸田メルや竹中夏美が携わる、虹のコンキスタドールが、ライブパフォーマンスで、出演、さらに、あかなえ監修でルル夢とのファッションショーを行うなど、審査員や関係者も企画に携わり、 歴代ミス ID ファイナリストらが勢揃いした。黒グーレーのブラッツ、深見誉れの先行プラネタゲート、篠崎心のプティパなど、グループアイドルのメンバーは所属グループでのライブパフォーマンスを行ったほか、当日のみのスペシャルユニットも見られた。2019年11月23日、後段者本館6階行動にて、ミス ID フェス2020を開催。 ミス ID2020 受賞式を兼ねた音楽ライブとなる。総合司会は、石橋哲也、町田彩か。特別ゲストとして、過去のグランプリ受賞者である、青葉、純中井海が出演。また、ミス ID2018 グランプリのうさぎゆミス ID2019 のトンチキッサキナが所属する、青春高校アイドル部のほか 歴代ミス ID 出身者たちによるゲストライブが行われた。ありがとうございます。